つもお世話になっています。ヒロです。3月15日から3月22日の1週間の間に、新しく公開されたタイムゲイザーとスペースジャグラーに収録されるカードをまとめました。個人的には欲張りすが、ヒルールで210を安定して出せるので、強いと思ってます。また、相性の良いビーダルと組ませた、欲張りすのデッキは、おしゃれなデッキな気がします。それではご覧ください。